東京競馬第3競走を3歳未勝利戦、芝の 2300m、 13頭で争われます。正面スタンド前からのスタートです。細かい雨が落ちています。東京競馬場、芝田と亮の発表で3レースを迎えています。枠入りは順調、6番のフォルテローザ、8番湘南渡り、スムーズに各馬がゲートを埋めていきます。最後13番ハイランドリンクス、1番外13番ゲート促されてゲートの中、これで全馬収まりました。スタートしました。11番ペネトレイト号、立ち上がるようなスタートで最後方。さあまずは3番のシュネーガッツが出ていきます。その外から並んでいく6番のコルテローザ、3番手が広がって内から1番エコロマーブリック、外に13番ハイランドリンクス、その間から5番のサンデンロマンと広がって各馬第1コーナーのカーブを迎えます。花に立ったのは3番シュネーガッツ、リードを2馬身取って2コーナーに向かいます。2番手には6番のコルテローザ、その後は2馬身半、13番ハイランドリンクスが外、内並ぶ1番のエコロマーベリック、あとは3馬身差、外に5番のサンデンロマン、内4番フォーオーアルマン、並んで直後に9番のコルデアニル、あとは1馬身差、中段外目に7番のディアマンテブルーで各馬向こう上面に入っていきます。ディアマンテブルーの内に並ぶのが2番のアビオンドールです。そしてその後は外からスーッと10番のきらめく星が上がっていきました。そして12番のアスクビッグバン、あとは3馬身8番湘南渡り、4馬身ぐらい離れて11番のペネトレイト号という体型。各馬向こう上面の中間を通過、3コーナーに向かいます。3番シュネーガッツが先頭、リードは1馬身、2番手6番のコルテローザ、あとは1馬身差、3番手外からスーッと10番のきらめく星が取り付いて残り 1000m を通過、内から1番のエコロマーベリック、13番ハイランドリンクスが外並んで、あとは1馬身9番コルデアニルが追走、そしてその内から4番フォーボーアルマンが行って、間には5番のサンデンロマンの追走。各馬4コーナーのカーブを迎えます。そしてそこから上がる7番のディアマンテブルー、4コーナーに入って先頭3番シュネーガッツ、2番のアビオンドールは中段からやや後ろ、残り600を通過。さあ3番のシュネーガッツ先頭で直線へ、外から6番のコルテローザが並んでいって、さらには10番のきらめく星、その直後に13番ハイランドリンクス、4番手その外に出したのが2番のアビオンドール、さらには4番のホーアルマンと横に広がって坂を駆け上がってくる。さあ今度は外から2番のアビオンドールが伸びる、そしてさらに外4番のホーアルマン、内食い下がる6番のコルテローザ、抜けたのは2番のアビオンドール、2馬身突き放した。外から4番ホーアルマンが2番手ですが、内6番のコルテローザの争い、先頭2番がアビオンドールドールイン、2番手は4番のホーオーアルマン、最後上がって内6番コルテローザが3番手です。東京競馬第3競走3歳未勝利戦、中段を進んでいた2番のアビオンドール、直線を向いて馬群の外に出してから鮮やかな伸び足、鋭く抜けて見事初勝利、2番のアビオンドール断然の人気に応えました。2番手争いは2頭、外から伸びた4番ホーオーアルマン、最後2番手に上がりました。6番のコルテローザが3番手、その後に10番きらめく星と続いています。2番のアビオンドール断然の人気に応えました。鞍上はダミアンレーン騎手、ドゥラメンテサンク、勝ち時計2分19秒1、上がり4ハロン46秒9、3ハロン35秒1でした。正面の掲示板、1着2番アビオンドール、2着4番フォーオーアルマン、3着6番コルテローザ、4着10番きらめく星、5着13番ハイランドリンクスです。確定までお待ちください。東京3レース中段よりも後ろでじっくりと足を止めていた2番のアビオンドールが最後突き抜けました。2着のホーオーアルマン、これが人気がありませんでした。3着に6番コルテローザが入選、2番4番6番は1番人気、10番人気、3番人気です。単勝2番 1.7 倍、枠連24 36.3 倍、馬連2番4番 44.5 倍、馬単2番4番50.2 倍、三連複2番4番6番80.6 倍、
3連単2番4番6番 296.9 倍です。確定までお待ちください。